久保さんいい名言見つけましたよ。あのトーマス・エイジソンの格言です。最高の思考は一人の時に生まれ、最低の思考というのは混乱の中から生まれると。まあ、隠居、孤独。<laughs> あ<の笑>まあ、一人、僕もね、あの、本当にね、一人が一番いいと思います。多分、ロッキーも、多分、まあ、ロッキーのね、シーン、まあ、いろいろあると思うんですけど、基本的に一人でね、修行というかね、あのは僕があのは走ってるやつですね。 基本的に一人でうわーやってるんですけど <laughs> で。一人の時に最強のトレーニングが生まれてるってことですよねうん。まあもちろんその、なんだろうな、パートナーがいるとかそういうのもあるんだけども、やっぱね、一人と向き合って一人でこう自分の限界を極めていくっていう時の方が多分パフォーマンスは非常に高いと思うんじゃないのか、思うと思いますね。自分との戦いなんで。だから、エイジソンのこの名言もいいんじゃないかなと思いますね。 やっぱね、孤独が最強っていうのが僕もやっぱ鹿児島で一人で独立して思いましたね一、うん、人が一人が自分を強くしてくれるっていう誰も助けてくれる人はいないっていうその状況下はすごく成長できると思いますね逆に言うと成長できなくて潰れていく人もいますけどあなたはどっちですかいってらっしゃい